孤狼の血の原作者柚木優子の人気シリーズ朽ちない桜が待望の映画化。主演杉咲花が演じるのは捜査権を持たない警察広報職員森口泉。ある事件をきっかけに彼女を取り巻く世界が一変してしまう。2月25日、平井市内に住む女子大生が度重なるストーカー被害の末に殺害された。しかし問題はそれだけにとどまらなかった。警察が被害届の受理を先延ばししていたことが発覚。やっぱ内部から漏れたんですかね。としか考えられないだろう。平井市内在住、志村千佳26歳。そしてそれを追っていた泉の親友の記者津村千佳が殺された。信じてよ。信じたいけど疑いは絶対晴らすから、その時は謝ってよ。お前らが会っていたという裏も取れてる。だから正直に。待ってください。お前さんが津村千佳に情報を漏らしたと。よかったな富樫、 S が見つかって。 S？ 公安の高野部下が S も知らんのか。スパイのことだよ。 S は公安に情報を、公安は S に金銭と安全を互いに提供し合う。その正体は絶対にバレてはならない。バレたら全てが崩壊する。どうして千佳が死ななければならなかったのか突き止めたい。せめて犯人を見つけ出したい。僕も協力します。泉さんには早く笑顔になってほしいので。素人がうろちょろするんじゃねえ。じっとなんてしていられません。お前刑事の方が向いてるかもな。事件を調べる中で渦中の人物辺見の動きに疑問を抱く。やっぱなんかおかしいですよ。桜に頼む。桜ですか。公安だよ。俺たち世代の刑事はそういうもんだ。公安はこれから起きるかもしれない事件を未然に防ぐことを職務としてるんです。死んでしまった命と今生きている命、守るべきなのはどちらですか。拍手。事件の真相に近づくほどに警察組織に潜む巨大な闇が立ちはだかる。警察官って何なんだろうな。これで全部つながったか。そんな歪んだ正義絶対に間違ってる。朽ちない桜。